お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もねクラッシュライルやっていくんですけど、今日はですね、まあ、400ぐらい沼ってたんですよね。僕トロ66ぐらいまで落ちちゃったんですよ。今シーズン7070まで行ってて落ちて、それをね昨日かな、400もぶち上げました。なんか大学生大会みたいなイベントがあって、まあその大会終わってね、夜にミラティブしながら上げたんですけど、YouTuber のライキ・ジョーンズ選手いるじゃないですか、皆さん。ライキさんがですね、なんか、ラットごちそうさまですとか言った動画出してたんですよね。僕とマッチングした、はい、試合を動画に出してたんですけど、まあ結果はね、ライキさんの動画見ていただければわかるんですけど、まあちょっとね、出しにされたなと思って、やり返そうかなと思って、さっきねライキさんと当たったんですよね。まあ12時間前なんですけどはい、というわけでライキさんボコボコにしてきました。というわけで今日はねウォールブレイカーでやっていきます。でこのウォールブレイカーね、めちゃくちゃ強いと思ってるんですよね。マジでそのミラティブの時にも言ったんですけど、まあ言ったら対空が、マジックアーチャーとコウモリしかないんですよ。で、僕の YouTube のコメント欄にもあったんですけど、こんなラバのファイブザップとか来たら無理じゃんみたいなコメントがあるんですけど、甘いっすね。甘いっす、本当に。ファイブザップ来ても、まあもちろん処理されるんですけど、回転が早いんですよね。そう、あとはまあ、ウォールブレイカーにザップ打たせたりとかもできるので、全然その、ラバに対して僕は逆に相性悪いとは思ってないまでなんですよね。はい。というわけで、ちょっとね、こんなん来たら絶対無理やんって言われるのが、僕はちょっとその、なんか、いい気持ちはしてないんで、ちょっとね、ラバーだって今からボコボコにしたいなぁと思ってはいます。ラバルのハイブザップとかも、なんか勝率言うても5分ぐらいはあるとは思ってるんで、僕は。さあ、相手は、あれですね、ウォールブレイカーですね、じゃねえよ。スケラですね。ナイトアイ、スケラですね。これもスケラですね。この、ちょっと変わった形のスケラも最近流行っているんですよね。ドラドラですね。ドラドラ。ドラドラの、待って、コウモリがベビードラゴンを動かしたことによって竹が変わりましたね。これスケでボムタワーの辺に寄せて、ボムの爆破で、ダーンって感じですね。はい。で、ウォールブレイカー飛ばすと、あれが回ってるのと、この人はトルネードがないので、ディガーの位置を変えていきます。よいしょ。受けてきますね。あれ、居抜きたいけど、居抜きます。すぐこう、居抜いていきますね、僕は。こういうので、てか、このデッキ、ウォールブレイカーを通すんですけど、ウォールブレイカー通すデッキっていうよりは、もうマジアチャでね、相手のタワーの、もう3分の2ぐらい削りたいなっていうのは、僕、ちょっと思ってますね。マジアチャデッキですね、マジで。マジアチャで、もう相手のタワーのほとんどを削るのが理想かな、と思います。こうベビドラは基本こういうので受けてあげて、そう、ボムタワーで受けれればね、最強なんですよね。で、このボムタワーが、スケラー、上の方に湧いたね、スクートンラッシュを対応してくれるんで、僕はね、こう、他のユニットで下の方を処理すると、こう、ベビドラスケラーって結構厄介なんですけど、こう、簡単に抑えることができますね。よいしょ。これ、ディガーコウモリのウォールブレイカーね、ウッドだけで処理されるのとかがちょっと、僕は好きじゃないんですよね。たるか。はい。本当は今のにマジックアーチャーとか射抜いていきたいんですけど、一回待ちますか。リガーちゃちゃっと飛ばして、これさっきナイト出したんで、エレキかインドラか。はい。で、この出してきたのを、僕は他のユニットで延命しつつ、やっていきたいですね。よいしょ。そこ棒っぽい、で攻めっぽい来るんで、てか来ましたね。なんとか耐えます。ここ延命したいですね。え、ここ延命延命延命。オッケーオッケー。飛ばして、で、左交えちゃう。これ、延命できる。延命して、あ、延命してない。けど、ウォールブレイカーも入って、逆サイも入る。エレキかな。インディー来たら、あれだけど、ん？諦めた説？諦め、オキサレートプロ選手説来ましたね。はい、という感じで、交えちゃう。まあ、ウォールブレイカーも通ってはいますけども、しっかりね、マジアチャで射抜いています。で、マジアチャで射抜くためにも、その、マジアチャをこう出す角度とか、出すタイミングももちろん重要なんですけど、じゃあマジアチャで削るには、どうすればその、削りやすい状況に持っていけるかっていうのがね、まず準備段階として大事だと思うんですけど、まあそうするためにも、こう、マジアチャを出しやすくするのは逆サイドにしっかり振るっていうのが大事ですね。こう、だからディガーとコウモリで、
右サイド攻めたら、ウォールブレーカーを左サイドに飛ばして、そしたら相手は右と左にこうユニット割いたり、こう右と左を見ないといけないんですよね。そうすると、こうまたマジアチャをこう、逆サイドだ、なんかどっちでも打ちやすくなったり、こう同サイド同サイドばっかりしてると、マジアチャ来ても、あ、来たねって感じですぐ対応して、そのままカウンターが来ちゃうんで、こう両サイドに振っちゃうと、相手からすると、あ、そっちか、みたいな。これちょっとね、相手もこっちもちょっと大変なんですけど、っていう感じで、そう、両サイドに振ると、マジアチャより刺しやすくなるかなとは、思いますね。というわけで、さあ、リトルフィンガー。小指？わかんない。小指？小指ちゃんっぽいけどね。まあ、これはコウモリいるんで、絶対なんか出してくると思うんで、一回ウェブ飛ばさずに、アイゴレで受けてきたんで、飛ばします。ああ、来ましたね、ボムタワー。ここはマジアチャ出して、バルキリーでも守れるんですけど、このスケでね、あ、待って。ああ、ちょっとマジアチャ年かな。はい、まあ、視力届いてなかったっすね、今。で、このマジアチャにメガゴは回ってないかな。回ってましたね。ここ、コウモリで処理しつつ、まあ、ディガーアンパイかな。で、ここ、ちょっと最近おしゃれなことよくするんですけど、内側ディガーとかで、こう、逆サイドタワーの竹取れるんですよね。なんで、ここ今、ザップ来ても2発入ってたっていう感じではありますね。よいしょ。さあ、ダクプリー、ここマスケ生かされるのちょっと厄介なんですけど、相手のデッキはね、ちょっとわかんないですね。ジャイスケラのダクネガメガゴとかはワンチャンなんですけど、普通にジャイプリプリ説もすごいあるんですよね。スケラか？あ、スケラでしたね。ここの間に攻めてあげます。そしたら相手はポイズンとか打ちたいんですけど、いや、この雪玉ね、うまい。その雪玉の遅延効果が痛い。でも、僕もダメージ稼いでるんで、まあまあかなと。で、ここを見たら、相手メガゴを防衛で使ってるんですよ。なんで、ここマスケかダクプリ、あーい、全然違った、ポイズン。そう、マスケかダクプリだと思ったんで、攻めたかったっすね。で、ここはもう2周目いっちゃいますね。で、ダクプリ来ても、で、オッケーオッケー。ここはオールブレイカー絶対守れないと思うんですね、僕の。あ、余裕で守りましたね。ボムタワーか厄介っすね、ちょっと。で、ここは、あれっすね、言い抜きます。これは処理されてもいいですね。でも右側無視、無視の防衛攻めつつマスケ耐える。 OKOKOK 耐える。でこれ射抜くでしょ。さあ1個は取りましたね。でも僕もう1個これおられる可能性あるんで、もうこっち攻めたいですね。で左側これラクプリ守んないとちょっとやばい。でここ攻めて、あんま攻めにコス使わせたくないですね。ポイズン打たれるかな、これ絶対。いや、足りない。間に合わない。間に合わない。来た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 。耐えて。耐えて。うんげ。うえい。あぶねえ、小指ー。ナイスー。なんか、リトルフィンガーとか言いますし、前、なんちゃらフィンガー、ミッドフィンガーとか見ましたね。なんか、まあ、指族ちょっと多いんですけど、はい。ふぅ、まあまあまあ、いい感じですね。なんかまあでも、やなめの枠は、正直、ウッドでも、ザップでも、雪玉でも、好みでいいと思いますね。本当に、タルババはないかな。まあ、攻めで、ウォールブレイカー飛ばしたときに、ほぼ角で、まあ、スペルで防衛してくるか、なんかのユニットで防衛してくるんですよね。なんで、そこを、こう、ウッドであったり、ザップ、雪玉、矢の雨は、こう、読みでね、こう、打てたりとか、とりあえず、こう、飛ばしとけば入るだろう、みたいな感じで適当に打ったら、なんかユニット来て、なんか、ウォールブレイカー刺さったみたいなことがあるんで、あ、タルババだとね、ないんで、まあ、こう、ザップ、雪玉、矢の雨、ウッドぐらいは結構何でもフリー枠かなと思います。まあ僕は、矢の雨がまあ個人的にやりやすいのと、あとクロスですね。遅延クロスにはほぼほぼ勝てないんですけど、僕まだ。あのクロスには、テスラアーチャーのクロスには僕結構勝てるんですよね。なんか知らないんですけど。そう、矢の雨だと勝率全然悪くないんですよね、クロスに対して。なんで、ちょっと、これワンチャンスケル打たれる？いや、全然打たれない。これ相手のデッキはちょっとわかんないですね。キョスケ取るねーとかなんで。まあ、マジックアーチャーバイバイしちゃいますけど。ワンチャン奇跡的に避ける。あー、やっぱ年っすね。避けれない。前デッキは敵のスケで受けてあげつつ、うわー、これちょっと。いや、うまい！たまたまだけど。
で、ここ、あ、待って、このディガー失敗してる。左のタワーからも竹取ろうとしたんですよね。今、ディガーがもう一個いい位置行ってれば、このウォールブレーカー2発とも入ってたんですよね。いやー、待って、最悪ミスった。下手くそだった。マジで下手くそだった。すいません、今のは。今、ウォールブレーカー2発入ってるだけで、800ダメージ入っていたんで、今のはね、もったいないですね。で、相手の影響ちょっとわかんない分、ボムタワーを、もしも相手がバルーンとかなら、めちゃくちゃ重要になってくるんで、あんま使いたくはないですね。で、キング起動されちゃったんですけど、まあ、キング起動くらい、くれてやろうって感じでいきましょうか。エレキで、ランバーいたんで、スケを温存しつつ、まあ、プレッシャー与えるよね。で、ここワンチャンスケで角度いじれれば、なんか、外回っちゃいましたね、ランバーが。ふーん。あ、バルーンでしたね、やっぱり。やっぱりバルーンでしたね。これ、コウモリと、マジアチャーであれば正直守れますね。OK。で、これ勝手にカウンターで、ここにディガー出してあげると、こう、右側のターンのね、ターゲット取れるんで、ウッド来ても、ウォールブレーカーが刺さるよっていう。うーわー、キングキド痛いっすね。キョスケバルーンって、エッチっすね、相手。マジアチャーの角度がエッチっすね。ワンチャンフリーズとか、やなめでしたね、この人。よいしょ。オッケー。あ、待って、マジア、ジーアチェが。あ、これ入るよ、でも。あ、キングタワー！キングタワー邪魔すんじゃねえよ、マジで。で、姉妹ランバー来たらバルキリーで止めたいですね。逆サイか。まあ、とりあえずね。とりあえず安牌できましたね。バルキリーで受けつつ、このマジアチェ処理されますね、なんで。これ右攻めるか左攻めるかすごい迷うんですけど、ここ攻める気のない右攻めですね、一回。これ一回適当に振ることによって、結構相手は、なんか、辛くなると思うんですね。そう、一回こう適当に攻める気のない逆サイ攻めをするだけで、相手はちょっとね、全体的にきつくなるかなと思います。いや、犬来たー！犬いてもよかったかな。まあまあ、落ち着いていきましょう。僕のこのマジアチャー相手が結構きついんで、まあ、矢波で毎回削られてるのがうざいんですけどね。はい。こう早めにコウモリで溶かして、矢波使わせて2周目で守るのと、今ここでディガーで削る。よいしょ。ちょっと待ってね。これね、やばい、待ってミスった。待ってミスった。いろいろ、このマジアチャー俺誘拐される。お願い。避けろ、ジジイ！ジジイなんだよな、さっきからマジで避けてほしいのに。エレキいますね。これ、端前ランパ来たら止めたいね。オッケー。さあ、トリプルになっちゃいましたね。トリプル嫌いっすわ、マジ。これ早めに溶かしたいっすね。よいしょ。相手が何も出してこない。よいしょ。これでもボムターン2周目回る。オッケー。で、ディガー刺さってる。オッケー、耐える。オッケー。相手なんかトルネとかも使ってるんで、もういけいけどんどんっすね。これでエレキ振ってくる。射抜いて、ん？射抜け。オッケー。いやー、ちょっとね、バルーン結構カモまでありますね。ボムタワーを、なんか真ん中のバルーン寄りのさらにもう一個内側に置くことによって、ルート強制とかされても、絶対にも、100% バルーンを釣れるんですよね。あそこに出すと。僕がさっきまで出していた位置になんで、こう71ね、更新しました。今季最多。そして111。いや、めっちゃ数字綺麗。僕11大好きなんで、最高ですね。はい。というわけで、まあ、こんな感じですね。良ければね、マジ、ウォールブレイカー使ってほしいです。はい、ライクさんゴチになります！というわけで、最近毎日2本投稿しています。で、23日から生放送を始めますので、良ければ、夜ね、見に来てください。では、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方までよろしくお願いします。バイバイ。